池田都樹は、地方競馬の笠松競馬場、栗本洋一級舎に所属していた元騎手である。地方競馬教養センター騎手家庭第75期生。2002年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月13日第1回福山競馬1日目、第5競争アラブ系3歳条件戦、ナタリー・サンダーで初起場、初騎乗。 同日第8競争アラブ系 C2 条件戦をタッカーコトワで優勝し3戦目で初勝利2003年ナーグランプリ2003地方競馬優秀新人機首賞受賞同年第36回内閣総理大臣杯2本プロスポーツ対象地方競馬新人賞受賞2004年地方競馬通算100勝達成同年3月22日第18回全2本 新人王総派戦出場。同年5月2日、マカオタイパ競馬場で実施された第12回マカオ、見習い機種招待競争に出場し、海外初騎乗。2005年10月16日第10回福山競馬2日目、第6競争 C29 組条件戦を、エリモテ王で優勝し、地方競馬通算200勝達成。2007年6月10日、 第4回福山競馬4日目第10競争玉椿、記念第7回アラブ大賞展を富士の鉱山で優勝し、重賞発制覇。2007年10月14日、第11回福山競馬1日目第5、競争アラブ系 C26 組条件戦を、市の城で優勝し、地方競馬通算300勝達成。 2009年6月28日地方競馬通算400勝、達成。2010年7月31日第6回福山、競馬4日目第7競争3歳一組条件戦を、ジブラルタルロックで優勝し、4157戦目で、地方競馬通算500勝達成。2013年4月、福山競馬の廃止に伴い、笠松競馬場に移籍 2015年7月12日第3回中京競馬4日目、第9競争キオスと特別にエステバンで中央競馬初起乗。2018年6月29日第6回笠松競馬4日目第4競争をターフィーキングで優勝し、9124戦目で地方競馬通算戦勝達成。2021年4月21日、 笠松競馬所属の機種や調教師らによる馬券購入が発覚した問題で競馬関与停止1年の処分を受けた。地方通算成績は1527戦1 2 1勝2着戦273回3着戦338回、勝率10.6%、連帯率22.7%で中央通算成績は1戦0勝。ありがとうございます。